はいたい。ぐすうよ、ちゅうがなびら。うんなむら、ありんくりん。うんななびあいびん。なおみやびあいびん。ずっとお天気悪いですね。今日午前中ね、ちょっと、うん、雲の切れ間から太陽が出てたので、ちょっとほっとしてたんですけれども、またどんより曇ってますよ。まあね、雨が降らないときは、 雨乞いの歌。安心こんなにね、長く太陽を見てないと太陽さんが恋しくなるわけよ。わがままだね。27号の台風がのろのろと日本列島を舐めるように過ぎ去っていきましたが、避難するために船に乗り込むお年寄りや女性で子供たちをテレビの画面でね、見ていましたけれども、同じ日本国内でも少し離れているだけで、ね、 こんなに怒っていることがこんなにも違うなんてすごく複雑な気持ちで見ていました。どうか無事にふるさとまたはね今まで住んでいた家へ家族みんなで帰れますように。さて本日の1曲目ちょっと早いけど歌上ジ,ジの歌をですね用意してありますので行きましょうね。 はい。スティービー・ワンダーのですね、You are the Sunshine でした。正式な題名、<laughs> 曲名は私わからないんですよ。実はね、ライナーノーツを紛失してしまいまして、ちょっと曲名がわからないので、今日はこんな感じでいきたいと思いますけれども、普通でしたらば、っと15分後にね、第1回目のコマーシャルをやった後にゲストの紹介っていきますが、今日のですね、えー、っと、リュウカの紹介と繋がりますので、早々に今日は、

私、あの、ゲストを何名かね、来ていただいてますけれども、うんうん、アーキジャビをいい気持ちで進められます。<laughs> 本当に。いつもありがとうございます。ま,すまたまたね、お聞き覚えのある声でございますが、えー、フラワーショップの、はい。あなたの、ルミ子です。<laughs> 来ましたよ、そうそう来ましたよ、あなたのルミ子が、ルミちゃん、えーっと何をしてるのか、ごめん私ね、こっちでね、えっとミキシング準備してる間に、自己紹介もう一回やっといて。なになになに私の紹介そうそうそう。私は女村前髪区で花屋をやっております。はい。よろしいですかあもうミキシングの準備はできたできた。できた。 オッーケ,ーーケー。はい、これでね、BGM が入るんですよ。あの、実はね、はい、私この時間、いつもより早めに紹介させていただきますねってゲストをお呼びしたのは、実は私、ほら、毎回、竜花、はい、の紹介を、竜花大賞のね、はい、作品の紹介をさせていただいてますけれども、今回ですね、はい、今日紹介させていただくのが、うん、平成8年度の竜花大賞なんですね。はい、で、その時のテーマが、花。 私、まさしく。そう、フラワーよ、フラワー。<laughs> そうね。私の発音が悪くって、フラワーに聞こえたらごめんなさい。<laughs> フラワー。<laughs> そう。そのフラワーでございます。花なんですね。うん、綺麗な課題ですよね。本当にそうですね、うん。やっぱり沖縄はほら南国だから、うん、そのいろんなね、うん、花がやっぱりいっぱい。 さいてるし、緑緑ね、そう、よりどり緑、ね、赤バナナにしょ、<laughs> ユナの花にしろ、ね一平の花も <laughs> いっぱいいっぱい咲いてますよね。一平ジョトーヤビ、ヤビ<び>。じゃ <laughs> った。で、その花をテーマに第、うん、え六、っと、回ですね。<回>その時のテーマが花なんですけれども、うん、やっぱりね、女성のね、尊華。 は、ご存知ゆ、ね、うな、うん、の歌を歌ってごらん。ゆうらゆーらゆーなの花は。皆さん <laughs> なわけよ。<laughs> 女さんの尊家がね、ゆうななんですね。うん、まあ大きな木にね、とっても大きいじゃないですか、ゆうな、ん、の木ね。 大きな木に可愛らしいあの黄色い花ね、えー、あれを咲かせていますけれども、女さんのね、ふれあい体験学習センターのホールも、ゆうな、ん、ホールって、ね、<ー>命名されてますよね。ここから来てますよ。だから、はいうん、この第6回の平成8年のこの年はね、ゆうなっていう単語とかね、うん、で、あと、花の夕とか、うん、万座毛のあの薄花。 潮の花ね、薄花とか、まあ、いかにも女尊を意識した龍河らしい花の歌がね、並ぶ中で、うん、面白いのもいっぱいあったんですよ。まあ私があの参考に見させていただいてるのは、うん、優秀賞とか奨励賞とか佳作とか、そういうふうに選ばれた何次主かの中なんですけれども、あの、伊豆の花だったりね、うんうん、あとはね、バラの花を歌ってるのもありましたね。うん、そして、またルミちゃんみたいにね、美人花。 <laughs> 私のことを言って, <laughs> 言ってるわけよ、うん、平成8年平成8年そう,そうで名古屋のね七曲りにかけて「うん、ゆりの花」うん、昔はすごかったものねすごかったそう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 いうね「ゆりの花」を歌ってるのもあったし私もよく「ゆりの花」みたいって昔は言われたわよ昔ね、うん、今は <laughs> 言えないね私もちょっと言えないわけよ本当にこの花たっぷらかして捨てようかって言われるぐらいのもんで, <laughs> もんでございましてねあとですねやっぱりあの「流河」をねこう読む方っていうのは、うん、着眼点っていうのがいろんなところにあられて、うん、やっぱりもうあの私本当に尊敬しますけれども「女の若者のエイサー」これを歌った「踊り花」って っていう風にね、えー、読める方もありましたねいろいろ本当にあってねあさすがだねすごいなって思いましたね、うん、普通花って本当にフラワーの花、うんうん、これを想像するのがやっぱりうん、うん、私みたいな凡人なんですね本当に女若者のエイサーの踊り花って<ー>素敵だと思いません、うん、だよね広がるわねいろいろとね本当に 本当にね尊敬するね見ててねそうなんですでその中からね大賞に輝いたのがこの年は女村初めての女村の方ですメカルテルコさんっておっしゃる方なんですけれども女さんのねこの硫化大賞女村が主催してるこの硫化大賞なんですが女村の方が大賞に選ばれたのはこの 今年のね、23回のうち、この唯一この方だけかなと。<あ>ちょっと私、勉強不足かもしれませんけど、<あ>一生懸命探してみたら、<ー>女村で対象を取ってらっしゃる方は、<ー>この6回の,あのメカルテルコさんだけしかちょっと見れなかったんですね。もし、うん、もし勉強不足でしたらば、また訂正来週にでもさせていただきますけども、<ー>そんな感じですね。唯一この方だけかなということでね、<ー>ちょっと読まさせていただきますね。はい、えー、女村里に、 ゆうな花咲かちふくぎふくふくとなだるちゅらさってことでねああ素敵。うんちょっとね行くよはい女んなむらざとにゆうな花咲かちふくぎふくふくとなだるちゅらさ皆さんこの歌にね読まれた景色をね想像してみてください 女村ね、うん、現在はもう服着がほんと少なくなりましたけれども、うん、今でもね、村内に入ると、まあこういう景色が少しずつ残されててね、うん、あ、ああいう景色、こういう景色を読んだんだなーっていうのがね、わかるんですけれども、うん、ぜひね、皆さん女村をね、散策に来てくださいね。うん、私もね、あの、幼い頃住んでた頃は、うんうん、周りはみんな副儀でしたよ。だよね、えー、あの、屋敷の囲いもみんな副儀で、境界線ね。えー それとかか赤ででやってたじゃないすだからあのこの福木が真ん中に植えたつもりがね恩納さん前田の方にはまだそういうところいっぱいあるんですけれども、ええ、教会としてね、うん、真ん中に植えたつもりがこれが片原の屋敷に大きく広がっていって<ー>真ん中へ埋まるやんど余るやんどっていってあ<ー>まあ私ほら商売柄土地の売買をした時には食料資産で復元するんですね、うん、ここからここまでがポイントってそしたら昔のの この方々はいや福儀の真ん中が教会だから「うん、埋まるヤンドって言い張るお年寄りの方いらっしゃるんですけども、うん、やっぱり木、ね、生物、うん、生き物だからねあっちの土が気持ちよかったら、うん、あっち側に膨らんでいくんじゃないかな、うんうん、それでだいぶポイントがずれちゃってて、うん、っていうことがよくあるんですけれども。うん 納得してくださればいいんですけど納得いかない方は役所の方にね「文句言いに行くんですよわった怪しきがよギーなとんぐまなとん」ってマギーはいいんですけどぐまなとん」ってって「測量士が測ってるけどぬうがらうかさんインチトラらせ」って役場の方に行くわけ役場の方も「あやな困ったな」とそんな感じでね。 あるんですけれども、まあ、福儀がね、今でも、こう、うん、あの、屋敷囲いされてるとこ、いっぱいありますし、そこにまた、夕名の木とかね、うん、ありますのでね、で、あの、万座網に向かって歩いていくと、ほら、ナビの花火,火が、こう、立っていますよね。あのあたりとかね、うん、やっぱりそういう景色が広がりますので、うん、ぜひ見に来ていただきたいな、と。そうですね、福儀の実って、うん、コウモリがすごい大好きなんですよね。そう,そう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 。だから、いっぱいいたの、以前は。そうそうそう。 だからあの福木の実、うん、落ちるでしょ。うんうん、そうしたらそこにおオーベンも <laughs> もう本当に<う><で>独特な匂いよね。独特な匂い、うん、本当にだからあの実が落ちる頃には大変だったね、うん、コウモリは上からピョピョピョ飛んでいくしね。うんうん あ本当にもう鼻も可愛らしくてちっちゃくてあれなんだけどね,ね<え>掃除するのが大変そ<う>あれをまた踏み潰したらまたこの匂いが広がってね大変でしたねまあこういう状況わかる方はと、うん、スイアイビーさん <laughs> <laughs> 今の若い子たちはちょっとわか,か,、ね、からないかもしれないですよね。うん,うん 泣き人あたりもね、<っ>服着がいっぱいあってね、うん、映画にも出たりする景色があるんだけれども、うんうん、やっぱりね、あの、そういうところは、やっぱり、お掃除がね、徹底してる。朝起きたら、まずね、うん、ほうきを持って、うんえー、外に出て、うん、そういうのをみんなきれいにしてね、観光のね、方々をね、お迎えしてるんですよ。ッ、うん、OK、コマーシャル入りますので、またその続きをさせてくださいね。はい、よろしくお願いします。 レムちゃんはいえっと龍華のね、はい、花っていうテーマの、はい、この第6回のお話をね、うん、もうちょっと進めていきたいなと思うんですけれどもね、はい、あのこの時のその大賞の次ね、うん、優秀賞に選ばれたのがですね<っ>ハワイ在住の方なんですね、はい、うんこれ、うん、そのままねお読みすると金 長期さんってお読みするのかな、金村、うん、の金ね。うん、それで長期は朝起きるって、うん、いい名前よね。うん、長期さんのね、夕凪の並木、花も咲き、チュラシャ、うん、ウマンチュンユシティ、サカル女。っていうことでね、やっぱり、女さんの村歌のね、夕凪の木を、こう、歌ってくださってますけれどもね。 遠く離れたハワイから、うんまあ、沖縄や女村へ思いを馳せて読まれたんだなってね、うん、想像しますけれども、まあ17年前に読まれていますのでね、この歌ね。うん、今もこの金さんね、えー、元気でハワイにいらっしゃるのか、もしかしてもう沖縄に帰ってきていらっしゃるのか、うん、もしかしてもしかして、この番組を偶然にご本人が聞いていたり、あるいはね、<laughs> もう知り合い、親戚の方が、うんえっ 超教授さんの話してるさとかって言ってさ聞いてたらすごいんだけどなーってね <laughs> 私のねどうか聞いてますようにほんまにいつもねこういう妄想でですね、ええ、私の頭は今日パンパンでございますよつ <laughs> がねつがりちっちゃえよ、うん、ハロウィンがさ、はい、今月の31日にあるじゃん、はい、でうち事務所でもみんなにこんな格好させてるんだけども、うん り物やってます事務所の中もハロウィンムードでねいっぱいなんですよここもそうですね FM 夕飯よみたいのねスタジオに食楽しい楽しいねルミちゃんも何かやらないのハロウィンハロウィンうんあんまりやってないいつも楽しいからいいなじゃあさ今日もいつものごとくちょっとね 歌ってみたいなはい聞いてねはいいつものようにカンカラ三振だから、うん、ちょっとね先週音が入らなくての、うんちからん担当って言われたので今日ちょっと頑張って大きな音でやってみます太鼓太鼓やるちっちゃくねちっちゃく <Okay> やりましょうよろしくお願いしますはいじゃんちゃん むぎ。<music> すぐもういい眠りにつきそうだって <laughs>。あんたよ私のさお世辞を言っててからに <laughs> 本当自分が眠いんだろ眠いことをこんなふうにごまかしてこ,この幼児体質の体質 <laughs> 幼児体系じゃないよあくまで皆さん幼児体質のねるみちゃんはねお昼ご飯食べて今頃ね 本当に眠るわけよ。それを忍断聞いてて私が無理やり連れてくるから、本当に。さっきから眠い眠い眠いって言ってるけど、何私の歌がうまいから眠りたくなった。毎回上手になっていくわけ。<laughs> 素晴らしい。まったくもね吸いたお世話ありがとう。かもう癒される声に、ね、癒される。<laughs> <laughs> そうねさああるみちゃん。デビューしましょうかね。デリューする。あの留化大賞。え<っ>、今回ほら二十三回だったでしょ。うん、でね私あの。 児童生徒の部を、はい、えと中村美南さん、うん、ね過活中3年の中村美南さんってね紹介しましたけれども、うん、何度ねこの中村美南さんね<っ> 2>, 2年連続受賞って、えー、そうなんですか児童生徒の部ですごい,いでしょ あの先行するあの現場っていうかね、ええ、してるところを見させてもらったんですけれども、うん、名前も何にも書かないんですようん、うん、この「栄養」の用紙に歌を書いて<え>あのもちろん歌、ええ、ね印刷されてでそれに番号が振られてで<ー>壁にぶわって。 貼って、うん、で、それを審査員の先生方が、一人一人が読んで、うん、その、一句一句に関して、対して、あの、ディスカッションするんですね。うん、これは、ああだから、こうだから、<え>じゃあ、これは外そう。うん、じゃあ、これをまた一つ繰り上げようっていうの,のの現場だったんですよ。だから、名前も何にもない。うん、だけれども、その中で、中で2年連続選ばれる。そう。だから、そうですごいよね。ラビーの生まれ変わりかもしれないね。 だからねあの表彰がね11月10日あのふれあい体験学習センターであるんですねだから私、ね今回あのナビっていうことであの選ばれた3名グランプリと準グランプリ私と志保ちゃんね3名お手伝いすることになってるんですけど美南ちゃんにね会えるのがとっても楽しみどういう歌今日は紹介は 先週したの。あ、そうなの。ごめんなさい。今日は持って、持ってないんです。ごめんなさい。あの、まあ、雲の切れ間から、月がって。その、あ、嵐用の、嵐用の、えっと、雲がね、切れ間から。月がって、女さんを、あ、あの女だけを。照らしてて、ニコニコしているっていう、そういうような。ニコニコ。そんな感じの歌でした。はい。本当に。 あの方言ではなく共通語の形でうん、うん、その代わりやっぱり38うん、うん「3868886」っていうあの音の数に乗せてねあったんですけれども、えー、本当に夜のねこの嵐の夜がポッと終わってそこから月が出て。 女だけを照らしてるっていう、なんかね、うん、素敵いと思った。ニコニコマークが付きとやっぱりいいわね。ね、若い子のね<い>この発想ね、そうそう本当に前向きでね。うん、なんか自分たちもなんか,か私たちも若いときにはそういううん発想あったよ。多分。<laughs> 今でもあると思うけど後ろ指さされる発想だったりしてさ私はちょっとね言いごうかちかちしてるんですけれどもね本当にそういう素直さっていうか可愛らしさ大事にしていてほしいなってねこの美南ちゃんに対してね思いますね本当今ルミちゃんがおっしゃったようにねナビの生まれ変わりかもしれない本当に2年連続っていうこと聞いてびっくりしました感受性が豊かなんですよね 今は純粋にこのお子さんの気持ちでいらっしゃるかもしれないけど<っ>高校生になってだんだん大人になっていく、うん、そういうまた思春期っていうかその時にはまた何を感じるのか、うん、来年のテーマはね、えー、今からまたあのディスカッションして。うん、あの 商工会それと青年部でこう決めるらしいんですけれども、うんうん、この発表の時に、うん、あ表彰式の時に発表されるみたいですだからまたそれはそれで私う、ね、またうなむらアリンクリンで発表しますの燃える恋をしたら一体どんな歌を歌うのかしはいゲロゲロ楽 <laughs> しみねえの日光もうすみません <laughs> スティービーワンダーで <laughs> ちょっと耳直し <laughs> お口直しじゃない。もう耳直ししましたね、皆さんね。<laughs> ちょっと変なのを聞かせてしまいました。失礼いたします。スティーブオンでいきまーす。 はいはい。ただいま15時31分57秒です。本日もうんなむらありんくりん聞いてくださっていっぺんにフェデビル。<laughs> <laughs> あのねるみちゃん、はい、10月31日がぜんざいの日って知ってました、はい <laughs> 初めて聞きました初めてだねぜんざい大好きだけどさ、うんうん、すごい好きよね大好き。ぜんざい食べに行こうって呼びに来る人がいるのよ <laughs> ねえルミちゃん忙しいのにね自分が食べたかった <laughs> えルミちゃんぜんざいおごるからねぜ <laughs> 食べに行こう <laughs> どうもすみませんぜんざいをね一人で食べても美味しいけど、うん、でもやっぱり一緒にね美味しいね美味しいねって言ってね、食べる人がいたらもっと美味しわきさ <laughs> どうもすみませんねとい,<や>いうことでね本当私も知らなかったんだけど、うん スポンサーのね、鶴亀戸全財さんからね、告知がございます。<ー>健康食の沖縄全財に感謝この素晴らしい食文化を残していきたい、うん、ということで、うん、なかったので作っちゃいました。10月31日は、1031で全財の日。ああ、なるほどね。食天場よ、うんうん。安心 <laughs> 当日は感謝企画として、限定100名様に、100名様って1031名様、 いいと思わない本当は <laughs> あ。ごめんごめん。鶴亀堂さんごめん。<laughs> 限定100名様に、琉球ぜんざいを非常に嬉しい価格でご提供。うん、で、10月31日は、勝手ながらぜんざいの日、みんなの笑顔を見たいから、鶴亀堂ぜんざいまでお待ちしてます。うん、っていうことでね。<ー>以上ね、スポンサーの鶴亀堂ぜんざいさんから、ねい。いろいろ作れるね。うちもじゃあ8月7日、花の日にしようかな。<laughs> あったりその日に花を買うとあなたは幸せになりますねえお得感を与えてまたいらっしゃった時に花の日だから来たよっていうんか一言フレーズ作るわけそしたらまた何かプレゼントとかあいいかもいいね素敵じゃあ私のダメこれ 女村長が言ってたけどあんたちの中はいらんって言われた。本当ごめんなさいね言われたよそれとですねもう一つありますねスポンサーのお稲荷庵さんですねもうすぐ3周年だよ1か月前キャンペーン稲荷とチキンで有名なお稲荷庵が11月で3周年を迎えますおいしそう ごめんなさい。食べるの本当に見ぬ。よだれ出るよ、や。大好き。大好き。そこで、FM 読みたンをお聞きの皆様に、耳寄りな情報、お稲荷屋の商品を1000円以上お買い上げの際、キーワード、FM 読みたンと言っていただくと、お会計の半額分が、戻ってくるってよ。一緒に行こう。ね。で、オリジナルプレ、あ、プリペイカードをプレゼント。 うん、リペイカードをこの料金の半額分くれるわけよあなるほどうんだから知って得するおいなりやん買ってお得なおいなりやん昨日はコンベンションセンター買い物近くのねあ、うん、関買い物近く大量予約も受け付けてますよということで、うん、お問い合わせは電話番号ですね ゼロ九八九六三の九九八九です。お稲荷庵さんからね。耳寄りの。美味しい。情報でしたね。いい情報でしたね。今のね。いい情報。私たち一緒にティファモる FM え、ふえむ。読みたい。ちゃうやが、ちゃうやがって感じでね。もうあそこがいいよ、いいよって言われても。せーの。FM ふえむ。読みたい。ちゃうかい、ちゃうかい。 <laughs> <laughs> 後ろのお客さんが「<laughs> ええ姉、ね、さんたんおばさんたんドキなれ、ドキなれ振り付けでよ、ろ今度」「FM 読みたん」「いいな <laughs> いいじゃない?」うんそれでさ「うん、花の日」「あ、花の日」じゃないん <laughs> <laughs> だ「冬 <laughs> <レト> <laughs>」と「流歌大賞」が「花」がテーマだったでしょ、うん で来年は私たちほらこうやって硫化対象にまあ少なからずもね、うん、関わらさせていただいててて女さ村に住んでるからやっぱりさ参加することに意義がある、うん、で参加すると、例えばですよあの受からないっていうかね選ばれないって分かってても発表までドキドキワクワクする、うん、あの宝くじと一緒ですよ、うん、宝くじもほら買わないと当たらないじゃない、うん、どうせ当たり来ないよだから買わんって言ったらもうそこで終わるじゃない。うん でか、ちょっと勉強してからによそうねでも私は勝手にね、うん、自分は生まれ変わりって思ってるわけ何のよ <laughs> ナビ<ー>の <laughs> 心がよ心がなんか <laughs> いつかねいつかいい歌が読めそうな気がする <laughs> 恋の歌よ恋の歌あ,<え>あなたが女ナビの生まれ変わりか恋の歌ねこれから咲かせよ私はよ、うん、みんながさ「うん、ヒングナビ」って言うから <laughs> もういいですウンナナビじゃなくてヒングナビで十分 <laughs> あなたウンナナビね私ヒングナビやっぱり <laughs> 恋いよねあなた3年前に離婚してきたから新しい恋見つけないといけないしだから年取るとねやっぱりね締まりが悪くなってあっちこっちからもう <laughs>。 <laughs> 皆さこういう2人がね繰り広げております本当になむら村ありんくり本当は上品にねやるつもりだったのがあ<ー>まあいつの間にかこんなってからに、ね、<ー>でも楽しいよって言ってくださる人がいるからあそうなのいるよりがいのちゃんと画面でねユー <laughs> ストリームを見ながらね「うん、いっチちらよ」とか、ねうん <laughs> 見せたくないな顔だけは見せたくないけどねで私シワのこと言われたのも「調理ある?」言われたマジに本当に写ってるよシワがあってシワやすさシワさんってでもルミちゃんは写ってないしワ。プニプニじゃんプニプニハリハリ太ってハハリ アンパンマンですアンンンパマといえばさ亡くなったじゃんこの前ね悲しいね92歳でした柳瀬さんね本当にでも亡くなる直前まで現役で頑張ってらっしゃってで皆さんにやっぱり夢とね希望を与えてたでしょもうアンパンマンは永遠ですフォーエバーですねえ私をさっきから「放って言ってるんですけどはい竜花の話ね でそれもあるし来年、私たちも申し込む申し込むじゃない公募するでせっかく今日はね花にちなんだお話をまたお聞きしたいなと思って今、ほらブライダルで花のお仕事とっても大変だと思うけれども最近の傾向っていうのそれに季節のこともあると思うけれども今、どんな感じいろんなエピソードね震災がもちろんあってから。 ひまわりのブーケを頼む人が、はあ、そうなんだもう以前はねひまわりはその中に入ってたんですよ、うん、カタログのあ、はいはい、だけどほとんど注文する人はいなかったんだけどだ,だけど最近は、うん、本当にもう震災があってからという、うん、ひまわりのブーケの数がものすごく多くなって、うん、これってなんかやっぱり元気をもらいたいたとか生きる力、うん、前にもね、うん、ひまわりのねお話したけどね。ええええ こう希望を与えてくれる、うん、でゴッホの話までね「うん、でひまわり」っていう映画のね、うん、お話まで出たんですけれども、えー、やっぱりそのひまわりの種を植えてひまわりが咲いたところには人が寄ってくるって言ってたでしょ、うん、だから今回そういうようなブーケでひまわりがねうん、うん、注文が多いっていうのはその方たちもそういうことを意識してんのかな、うん、そうかもしれないですねうん,なんかさ、うん、人間ってねやっぱり本当は 優しいんんだよねみんなねみな家族を愛するし自分ももちろん愛するし、うん、それが広がっていけばほんとにみんな幸せなんだけどね、うん、いい人しかいないような感じよそうだよね生まれた時にはさお母さんが愛を持ってさ、うん、産んでくれるじゃんもちろん裸ん坊でさ、うん、で亡くなっていく時にもなもちろん何も持っていかないで、うん、あちらに。 されれていくんだけどもみんな同じ条件で肌感冒で生まれてくるけどやっぱり何がどう違っていくのかなそういうのを考えるとくなる私そんなことをあまり深く考えるとねまた変な方向に進む時もあるからあまりほどほどのところでまた打ち切ってねっいいことを考えて。 まあポジティブに考えていかないといけないよねネガティブはダメダメねあんな運なナビやり人間ねやっぱり悲しいこともあるし辛いことる悔しかったりねいろんなことあるよだけどあのまあね一晩寝て次の日はまた違う気持ちでうん そうね、新しくですよ私ねるみちゃんのこの言葉にね、うん、何度も励まされたね「たうん、なんくるないさ」歌歌って「なんくるないさ」「なんくるないさ」「あ日は晴れる」<laughs> はい <laughs> 自分で出たとこうかね <laughs> この歌はね私の応援歌 本当だね。私、うちひしがれたときに、るみちゃんがメールで、なんくるないさってね、送ってくれたときね。なりたちょっと泣くわよ、今日も私。なりたやっぱりね、人間生きてたらいろんなことがあるからね。でも、常にポジティブ、ポジティブ。誰の上にも同じように24時間。明日になったらまた太陽が昇る。 これはもう条件一緒だから太陽はどんな時にでも人を照らします。照らすね。うん、本当に。暖かい太陽ですね。はい。いいことを聞きました。<laughs> またそこでスティービー・ワンダー、行ってきまーす。 さて、今週のオナーさんジャです。今週中にですね、エルミちゃん、十一、はい、月途中に押してしまうんだよ。ーうどうしうねあと二枚になっちゃう、はい、ゃよ。アンキーチャーピーのデージな飛び石が。始まったばっかりだと思って。<laughs> 今年でしょし本当。<laughs> 11月のね、1日がですね、うん、全国的に飲酒運転根絶の日であります。はあ、で、11月入ると、急にお酒の席が増えますよね。そうですね。忘、うん、年会、ね。忘年会。で、傍女令でしょああ、もう大変。大きジャビ大変だよ。<laughs> でもね、お酒は飲むものです。飲まれたら飽きまへんで。そうですよ。そう。そしてね、ねうん、11月の3日が文化の日。 でユーナホールにてね「ふれあい体験学習センター」のね「はい、ユーナホールにて第20回女さん文化祭のね芸能部門が開催されます」。うん、まあ芸達者のね村民がねほ、うんとにくろうとはだしの芸能を見せてね、うん、聞かせて。 くれるんですよ興味のある人はぜひふれあい体験学習センターユーナホールまでね,いいでねお越しください。うん、でね入場料1000円ですけれども、うん、アギザビオも3000円ぐらいの、ね、価値あるからねぜひ、うん、見に来てください。<ー>でね実は、うん、私先週「うなむらアリンクリン」でね、えー、と告知させていただいたんですけれども。 昨日行われたんですね。昨日、おとといと。琉球と和太鼓がつながる日ということでですね。で、土曜日は、ティダ広場でいろんなイベントがあって、で、昨日は、ユーナホールで、この和太鼓。あの、和太鼓のね、プロ。うん。金指竜太さん、あ、うん。竜さんと、橋口さんと、関根さんっていう、この、プロの3人が率いる東京からね、総勢35名です。ああ、す来られて。ええ。あの、ユーナホールの中でね、 和太鼓、直径がほら、<わ>何メートルあるあれ。うもうすごい、後ろ向きで、ババばバンバンバんンバンって、もう、ちむどんどん、ちむどんどん。エネルギーが。すごかった。 で、琉球大根もほらまたすごいでしょそれの代表としてナソンのエイザー隊彼らが出てもうすごかったいや想像するだけでなんかねえミちゃんはもうお仕事で忙しかったからもう残念だけどほんとにねもう見ていただきたかった村民みんなにあれねお子さんたちに見せるとすごい上層教育 いいと思うんですよ。<ー>で、あの琉球の文化、<っ>舞踊も含まれてましたけれども、うんうん、歌ももちろんね。うん、コラボして、うん、和太鼓とこんな風なコラボして、もう新しい、なんていうの、あの文化が生まれてるっていうか、<ー>そんな感じでね、感激いたしました。うん、とっても良かったです。で、も本当に今度の、だから日曜日、あの文化の日は文化は世界を変えてきますからね。うん、はい。うん。 なんとかは文化ですっていう言葉もあったけどいやいやいやいいやや、だから芸大社のね黒田ータのあの芸能をね今度文化祭見せてくれますけれども楽しみですねロミちゃんも芸能人さんねある意味芸大社でこの日何かやるんですか私がいいえしてないお客になるだけですよなんかやったっていう噂を聞いてますけどそうですかうんなんかキャンディキャンディなんだっけ何ですか これは。結婚式の余興。そう、あ、昨日ね、私、あの、友人の息子の結婚式で。実は、余興で。ビューティー、ハニーって言うんですか。きゃあ。倖田來未ですよ。どんなやってやったわけ。もう、高田來未ちゃんは。あの、悪いけど、あなたの半分ぐらいでしょ体型的には。 で小室ちゃんになりきってやったもうそりゃもう紫のねタイツをはいてちょっと想像しようちょっと想像して想像するちょっとギャザーのあるスカートミニミニああ安心で胸にはいっぱいタオルも詰めてボンボンおっぱい作ってそう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 つけそそうそう それでねお化粧も美容師さんにちゃんとやってもらったの気抜にみ、うんうんはあっおっしゃった拍手喝采だね <laughs> ルミちゃんはよこの今まで出てくれた人のねこの余興にね <laughs> 出てくれた人たちのあの感激も失わさせてしまうわけあと <laughs> <ろ><で>の人たちのも,もうやる気をな,させ <laughs> なくなさせてしまうぐらいあなたがもう 全部取っっていいちゃうわけよ <laughs> そんななことないです,すごいんだよ皆さんこの方本当に何やらしてもあの昔ねえっ、ー、とー志村けんの変なおじさんもやったぐらいだから <laughs> そうしたらそれを見てた彼女のお母さんが「<laughs> な世間歩けない」って言ってからに1ヶ月ぐらい家から出なかったエピソードもあるぐらいあの肌色の上下着てからにあれで舞台出たんですよ。 遠くから見たらすっぽんぽんそれでとっても怒られましたねえでもこの発想面白いでしょ黄色いの日にねほんとにすっぽんぽんなんでもうほんにおばあたちも怒られました怒られたでしょルミ子ああやって感じで本当にでも やってる方は一生懸命ななんんだだよよよねねね、うん、<laughs> みんなを楽しませようとでもお母からは、まあ、あれからかあれからとは私余興で何かやるって言った時に私まで一緒に怒られてるさ「<laughs> えいたはじんねえらまたニュースの場があってお母ちゃんに」<laughs> <laughs> ね「お母ちゃん落ち着いてるからね今はね大丈夫よ」<laughs> そうそう「それとですねお店をね一つ紹介しましょうね」うん「うねむらありんくりん」のねスポンサーにもなっていただいてますけれども、うんうん、グランブルーっていうね えっと、ジュエリー屋さんなんですけれども、うんうん、沖縄の、ね、空気感をアクセサリーに表現した、うんえー、グランブル。天然の星の砂を埋め込んだものや、うん、穏やかな波のラインを映したリングとかね、うん、また沖縄で感じる自然の色をワンポイントにしたペンダントなど、豊富に取り揃えています。うん、で、グランブルーが大切にしているテーマが日常。うん、ね、何気ない普段暮らしの中に、 と馴染むシンプルで目につけやすい目につけやすいフォルムは大きな魅力の一つファッションやペアのアクセサリーとしてもねおすすめなんですよね前金区の方に本店がございまして私もねよくプレゼントするんですよ結構人に名前付きでね名前もね入れてくれるんですよであのいただいた方も気負ってこうね うわーっていう感じじゃなくてありがとうって本当に心がこもったプレゼントっていう感じでねいつも身につけてくれる、うん、そんな感じのカジュアルもあるしまたそれをねまたワンランク上がったものもあるので、うん、ぜひ皆さん、うん、グランブルーオーさんの前金区のねムーンビーチの近くにあるんですけれども58号線沿いですでオーさんーはですね街道ーーフェスタっていうのが今年ありましたけれども<っ>あのバイパスができてこう裏になった9 とい58号線を街道女街道っていうふうに言ってたんですけど、うん、今度ですね女村全体を女街道っていうことでねあの名前変えることになったんですねそうなんですか、うん、なので私はあの女村にある えっと、企業とかね、<え>店舗ね、うん、で、食べ物屋さん、うん、それを今度はね、もうバン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 、あの、街道沿いだけじゃなく、紹介していきたいなって思ってますので、<ー>ぜひぜひ、うちも紹介してちょうだいっていうね、思ってらっしゃる方いましたら、あの、うんなむら、ありんくりんのね、なおみなびまで、メールなり、お電話なりくださいね、安心をたい、ぐみちゃん。 ま,あまた来年ね、うん、ナビーのコンテストがあると思うんだけれども、はい、まあそれまでねナビ初代ナビーとして私たちはあの頑張っていきたいと思うのね、うん、でウナナビーの生まれ変わりのルミちゃんも <laughs> <laughs> 頑張らなといけないよ頑張るね、はい、だからウナ村ありんくりんこれからもまた一生懸命あの私頑張りますのでまた一生懸命手伝ってくれるい, <laughs> いいと思う, <laughs> あありがとうよろしくお願いします。 <laughs> 今日も本当にうなむらありんくりんとっても楽しい時間本当にありがとうございました。ありがとうございました。また来週もお耳にかかります。はい。はい、ありがとう。